おはようございます。ジュエリー根本の根本三井でございます。今日はですね、12月の26日木曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日までね、クリスマス、いや、クリスマス雰囲気一変ですよ。はい、26日でもね、冷静になる日ですよね。一年で一番冷静になる日なのかもしれないです。もうこっからアメリカ文化だったのが、残念ながら今日から和製文化だよ。和製っていうかね、日本独特の、はい、大晦日がありですね、元旦がありって三が日があり、そんな和製の文化になりますよ。昨日から一変です。まあね、そんなもんなんです。まあね、年賀状というかクリスマスカード兼年賀状だから、クリスマスカードを出して年賀状を出すって人もいるでしょうけども、多分どっちかでいいんでしょうっていうのが僕のね考え方なので、クリスマスカード行った人は残念ながら年賀状行きませんそんな感じです、はい、まあね、本当に皆さんいかがでしたでしょうか。今年のクリスマスは皆さんね、一緒になって楽しんだでしょうか。それともね、残念ながら一人で、過ごしたっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあそんなこんなでね、今年もあっという間に終わっちゃうんですよ。それでまた来年みたいなね、夢と希望というかね、夢を実現するというのが、まあなんていうんですかね、僕らのなんか生きてる醍醐味じゃないですか。まあそんなことを思いながらクリスマスをね過ごされた方いないと思うんですけど、やっぱり夢が叶うっていうね、一番いいと思うんですけど、そうなんですよ。なんかね、思うことは多いんだけど、やることやらないみたいなねことがあるので、まあそういうのね、大変だなっていうか、分かってんだけどできないみたいなのを一つ一つクリアしていくことによって、夢が叶う第一歩になっていくのかなと思うので、やっぱね、夢はね、大きく持たないといけないなって思いましたっていう朝です。ぜひね、夢叶えたいじゃないですか。まあそれを、まあイエス・キリストであったりね、お釈迦様であったり、まあその人方々に、その方々神様に感謝するっていう日っていうね、ことが、おそらくクリスマスなんじゃないかなって思います。まあ、ちなみにお釈迦さんの誕生日は4月の8日でございますんで、4月の8日の前日はまあね、何イブなんだろう、お釈迦様の、生まれる誕生日の前日ということでね、お祝いしたい、そういう風に思っております。はい、4月の7日でございますかね。そうなると、まあつまらないことはいいですが、まあ今日はですね、僕の方は実はですね、まあちょっと東京に行きます東京でちょっと出張です。はい、出張行ってまいります。まあ、今日のね、本当なんだ、課題というのは結構大きくて、ちょっと1年にね、最後の、まあ、ミッションというか、行ってきたいというふうに思ってます。はい、なので今日はいません今日はね、僕いませんので、注意していただきたいなと思います。何かありましたらね、ご連絡いただければというふうに思いますので、お待ちもしてます。コメント欄にぜひ、はい、ということで、今日の心がけでございます。今日の心がけ、感謝を行動で表しましょう。感謝を行動で表しましょうということですね。はい、皆さん感謝を行動で表してらっしゃるでしょうか。まあ、なかなか感謝を行動で表すというのはね、難しいんですけど、
ここに書いてあります、まあ、今年の大ヒットでね、半沢直樹っていうのがあったということで、まあその中でやられたらやり返す倍返しだってね、あったと思うんですけど、まあこれをね見た方っていうのが、なんですかね、感謝、まあね、やられたらやり返すっていうのもあれなんだけど、感謝の気持ちも倍になったらどうなんだっていう話なんですよ。まあ確かにこれすごい話だなと思うんですけど、ね、感謝を伝えるときにもうその倍返しっていうね、まあ今日ね倍返しっていう話もあったんで、あるんですけど、やはりね、常にね倍に返す、倍以上で返すまあ仕事が来たらば、ね、10枚提案かけてたらば20枚の提案返すっていうようなね、倍に、常に倍で返す心意気というかを気持ちでね持ってると、まあ、違う結果がまた生まれるんじゃないかなっていうことを考えると、この感謝の気持ちっていうのもね、その倍で返すってことも重要なんじゃないかなってね思います。いや本当ね、まあ、今年まだね終わってないんですけど、まあね26日ってことで、あともうちょっとですわ、あと5日間で終わっちゃうんですけど、そういった意味ではね本当皆さんに感謝感謝でございます。こうやって、できたっていうのもね面白い話で、なかなかねこんなやろうとも思わなかったんですけど、これで支えていただいてる皆さんがいらっしゃるからということでね、できるわけでございまして、まあまだまだね、やっていきたいなっていうふうに、このメモリーが続くまでなんだそれみたいな。今日ねなんかね午後から雨みたいなこと言ってたんで、まあ午前中ぐらいはこうやって晴れ間が見えるのかなと思うんですけど、まあ、皆さんね本当寒く、本当日々寒くなってきました。そういった意味でね、皆さん風邪なんかひかないように、本当冷え込みがね強いので、まあいつね何が起こるかわからないっていうのありますんで、悔いのないこの1年というね、部分を気を引き締めて風邪なんかひかずに過ごしていただきたいなというふうに思います。ではですね、今日もですね、まあ、宝石に負けないぐらいキラキラしたですね、まあ、1日を、まあ、キラキラしたね、もう輝かしい1日を過ごしていただきたいななんていうふうに思っておりますので、今日も1日よろしくお願いをいたします。以上、今日もよろしくお願いします。撮ってた。